チェンジの時ガンサバイバーストーリーおはようございます八木関ですガンは日本人の2人に1人がかかると言われる身近な病気ですこの番組ではガンと戦う皆さんと共に今と未来について考えますガンと向き合う中で気持ちを前向きに変えることができた瞬間チェンジの時についてお話を伺います この番組は小野薬品工業と日本対癌協会の提供でお送りいたします。早速ゲストは先週に引き続きまして朝木久美子さんです。今週もよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。朝木さんは2012年に乳がんであることが分かったということなんですけれども、はい、年齢でいうと何歳になるんですか。えっとね、ちょうどね、あの入院直前に。 手術直前に50歳に歳なったそうですかってことは今何歳か分か分っちゃうけど, <laughs> どういやいやでもいつまでもお若く元気でバイタリティあふれる浅木さんですけれども <laughs>、はい、50でしたねだからいわゆるもうまさに今思えば乳がん年齢ですね乳がんの人が増えていくお年頃。 ドンピシャ、その年頃でしたね。そうですね。あの時は真夏でセミも鳴いていて、こんなに晴れてるのになんで私なんだって思われたっていう風に先週教えてくださいました。けれども、先生の力強い言葉で前向きになれたということでしたよね。はい、はい、そうですね。その後、あの初期で見つかったということだったんですが、どういう治療をされたんですか？えっと左右両方にあったんですけれど、両方ともちょうど乳房の中心部というか、乳頭のすぐ真下ぐらいのところで。えー でも転、ま、移、あ、もないということで、えー、部分切除と、まあ、私はもう年齢も50でしたのであの再建云々ということもなく切除部分も非常に少なかったので,で切除してそれから放射線治療を、えー、行ってそれが1ヶ月半ぐらい毎日病院通いましたかね。はい、でそれが終わった後は5年間のホルモン治療。 でえー、今のところ一通りの治療すべて終了してでまだ、えー、再発おかげさまでないといとう状況ですその脳梗塞は軽くされたとはいえはい、はい、あまり病気とは縁がなく、うん、いざ胸にこうメスを入れるって聞かされた時のお気持ちを改めてて聞かかせていただけますか <laughs> あの変な話なんですけどあの胸が小さいんですね。それがすごい だから例えばビキニとかも着られないし <laughs> あのとにかく胸がちっちゃくってだからね何でしょう自分の乳房に対する思い入れというか、ね、あのこの胸が失われれば私は女性じゃなくなるんじゃないかみたいなことを自分が思うとも思わなかったんです、ねええ、それが不思議なことにやっぱり切りますよと言われると。 っ <laughs> ってなって、うん、で切った場合どうなるんだろうって自分で何かつまんだり引っ張ったり、えー、してみてねシミュレーションしてみたりまだ手術の前ですねしてみたりしてああそうかあのやっぱり日頃ね大して自慢でもないかどちらかといったらむしろコンプレックスを持っていたぐらいの体でもやはり。 メスが入って変化するってなるとこんなになんかちょっとがっかりしちゃうのかなんてでもまあ一方ではやっぱ命の方がもう全然大事せっかく早く見つけてもらったんだからもうそれどころじゃないっていう気持ちもあってでまあ切ったんですけど、えー、まあねあの幸い先生もね非常に気を使ってくださって、はい、あのまあ これも生々しい話なんですができるだけその乳輪の皮膚の色のね変化するところに近いところに目立たないようなあ,<ー>あの、うん 切り方をしててててくくだだささっっっ丁寧にあの麻酔から目が覚めた時先生が様子を見に来てくださったんですけど第一声がいやー綺麗っぱりそうやってね先生も非常にあ<ー>、あのー、こちらの気持ちを組んでくださってで今ね少し引きずってやっぱり形もね<ー>変わっちゃったんですけどなんでしょうね昔のような自分の体に対するコンプレックスがむしろ。 亡くなっった<ー>うんはやっぱりねあの命が助かる病気が治る、ね、助けていただけるってことの方が何より嬉しいしその治療を乗り越えたおっぱいなので、うん、自分にとってはもうまさに同志となっったおっぱいでんか変な話今の方が自分の体に対するコンプレックスはもうなくなった感じがしますね。 はあ、そうですか、うん、本当にこの番組を続けてて、はい、いろんながんを経験された方からお話を伺うんですけども、はい、あの初めてて知る感覚ですあ<ー>全てがでもねその自分の体に対する思いっていうのも。 そそれれれやっぱり人それぞれなのでだからやっぱりできるだけ元の体に戻すそれこそが自分が自分らしくいられるだって思う方はあの再建に努力なさるし、まあ、私みたいにいやむしろ今の方がかえってしっくりくるようになったって思えばあのそれでいいわけですしだからそれもね私がんになってすごく感じたことはよく病気になるがんになる前はすぐ「がんは」って言うじゃないですか「がん、えー、はこうだ」「がんはああだ」。 でも自分がななっっっててみるとってやっぱり一人一人人だな同じ乳がんでも向き合い方やあの感じ方は違うしで病気そのものも同じ乳がんでもがんの性質も違うし同じがんでも胃がんや肺がんす臓がん血液がん全部違いますし私が最近思うのはあの,の多様性ですね、はい、同じがんだって言ってもあの受け止め方も違う治療も違う。 あの支ええになるるももの違うし抱ものも違うし,抱えるものも違うしだけどその一方であのみんなに共通してるっていうことは昔のようにがんというのは聞かれた瞬間不治の病だっていうのではなくてそれぞれの向き合い方で、えー、サバイブしていくものなんだっていうところはみんな共通。 だからそういう意味ではみんながンサバイバーの仲間だしだけど一人一人の話しする時はやっぱりみんな違うみんな同じだけどみんな違うっていうとこは。 結構すすごく感じることですねまさに番組を通して一番思うところがそのあたりなんですけれどもそういう意味では周りの人だったりとか職場だったりそういう理解を共有することは大事ですよね。そうですすねねこれがなかなかか自分は乳がんですよ、ね、でよも自分は乳がんだから乳がんのことある程度わかるけどやっぱり違うがんの話になればそれもわからないしこれはもう手術が一番であるっていう方もあれば放射線した方がいい方もあればしない方がいいあるいは放射線中できない方もあるかもしれない。 いろいろなので、あのー、その辺難しいなうさぎさんは摘出手術の後は放射線治療を続けながらお仕事も普通に復帰されて、はいはいはい、普通にしましまたねそういう意味でこう生活の質みたいなものっていうのはあまり変化がなかかったですん、はい、によっていろいろ違うとはいえ多くのがんの場合はやはり早く発見すれば早いほど 治療は負担が少なくて済む、はい、治療の負担が少なくて済むということは社会復帰も早い。<laughs> ということで私は本当に早期でしたので入院も2泊でまあしばらくはその傷が塞がるまではあの運動とかは控えたりとかはしてたんですけれど。 まあ変な言い方ですけど楽なな治療で済みましたねなるほど、はい、放射線治療っていうのは例えば朝放射線治療受けて、はい、職場に行かれたりとかってそ、はい、そういううい生活なんでですすよねそうですあの毎日やらなきゃいけないんですよね放射線治療っていうのは<ー>で毎日通うんですけどあの私はいつも朝一番に行ってたんですが朝一混んでましたみんなね朝来て<ー>なんとか午前中までに済ませて午後出社みたいな会社行くっていうねあ<ー>、まあ、まさにもう通院で治療ですよね。はい、はいはい そうなのでがん患者さんがあい言い方かもしれませんががん患者さんに見えない時代じゃないですかちゃんと皆さん働いて元気に見える方が実はがん患者さんだったりするというところでは、うん、本当にこう思っている以上の配慮が私たちも必要だなというふうにも感じるんですよね。あうん、まあ私の場合はあのー 早期のの乳がんででしたのでその後復帰した後もすぐにもう体力も回復しましたしあのほぼほぼ日常生活に戻れたんですけどやはりいろいろ周りのお友達で同じようにいろんながんの方話を聞くとやっぱりがんの種類によっては治療が終わった後あの特に抗がん剤なんかの治療を非常にハードにねあの頑張ったそういうような方の場合は。 やっぱり一応まあ治癒っていうかまあ寛解したということで退院する家に帰ってくるけれどで会社も復帰するけれど以前ほどの体力がない、はい、以前ほどあーそのがん,踏ん張りがちょっと効かないというようなあるいはそこまで体力を回復するのにある程度の時間が必要っていうこともあるのででも見た目はもう治ってるだからそういう意味ではやっぱり、あのー、職場の皆さんの方でも。 どれぐらい体力回復してるのかあるいはその体力回復がちょっと難しい状況なのかでもその人にしてみたらその人の体力なりで働くことはできるわけなので、はい、なんかその辺をね細かくあの、ま、前回も私言ったと思うんですが本当にがんって一人一人多様なので治療もその後の体力回復社会復帰人それぞれなのでこれからはねできる限りその一人一人のがん一人一人の体調に合わせて。 あの働き方、うん、回復のプロセスが踏めるようによりきめ細かくなっていってほしいなそういう意味でやっぱりこの番組もそうですけどあそうかがんっていうのは本当に変わってきてるんだなっていうことを、うん 多くの人にまず知ってもらうっていうのはすすすごいい大事ななことだなとだ思いますねねそうです、ねうん、以前がん患者さんとお話をした時に、えー、あのがんが治ったら職場に戻っておいでっていうふうに言われたそうなんですそれはがんが完治する日は自分でもわからない、うんうん、なのでそのがんと共に生きていく自分をそのまま受け入れてほしかったっていうのが本当の心だったってことだったんですけれどもまさにそういうことですよねねそうでです、ね、あの今まではね。 やっぱり癌っていう非日常ですよね。日健康という日常があって癌という非日常があって、癌が,が治って非日常を通り過ぎたら日常に戻ってきてくれって話ですよね。えー、だけど、実際あるのは癌と共に戦いながら生きる日常なんですよ。はい,はい、結局ね。はいね。私だって今再発はしてないけれど、乳がんの場合はやっぱり10年ぐらい。 様子を見ないと、再発の危険、期間っていうのはね、あのあるよっていうことは言われていて、そうすると、今も私の心の中には、そうは言っても、もし再発したらどうしようっていう不安もある。だから、そういう意味で、私は今、やっぱりがんと一緒に生きている。 部分がまだあるわけで、えー、だからその日常と非日常が分かれてる健康と病気が分かれてるんじゃなくってさまざまな病気と戦いながらこれはがんだけじゃなくていろんな病気と戦いながらその病気をコントロールしながらでもその人間らしい日常を送っていく時代、はい、特に、まあ、今日はがんのお話ですけどやっぱり高齢化社会になれば絶対必ず 何か病気から例えば腰痛でも何でもみんなそうです何か,何かしら病気をして、はい、その病気を持った自分が日常になっていくのでそういう意味ではがんの,の患者のことだけ特別に見てくださいってことじゃなくてみんな,そうですよ、ね、みんな同じそうです、ね、みんな仲間、はい、みんな何かを背負って生きていく背負ってるものがそれぞれあるから。 時々お互いの荷物をねあなたどんな感じというふうに話せる <laughs> フランクに話せる空気が職場や社会や家庭にあるといいいなと思いますねまさにうさぎさんはがんもものともせず年々パワフルになっていくような印象もありますけれどもがん <laughs> 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 とともにこう前向きに生きてらっしゃる心の支えみたいなのは何ですか、はいうーん まあ、もちろん家族がいる娘がいるっていうこともありますしでもねやっぱり一度病気をするとあのそもそも朝起きて目が覚めたっていうことがどんだけありがたいかっていうことをやっぱり非常に感じるんですよね。同世代で残念なながらがんに倒れて亡くなった方も もういるんですよね、はい、このぐらいの年齢になると友達で久しぶりに連絡が来ると「なんとかちゃん死んだよ」みたいな、うん、そうするとねなんだろうもうもう生きてるだけで丸儲け、OK、じゃないんだけど、はい <laughs> うん、ああ今日も朝起きたら目が覚めたもう十分だなっていう感じになりますねだからあんまりね「あの将来の夢は?」とかって聞かれてもいやなんか特に夢とかないなっていうん。<laughs> うん 生きてきて日今日は八木さんと喋って楽しかった帰りに饅頭でも買って帰ろうみたいな幸せうん幸せって生きてるだけで丸儲け本当その通りですねいや今日に感謝していきたいと思います本当に素敵なお話をたくさんありがとうございました今週のゲスト先週に引き続きまして朝木邦子さんでしたありがとうございましたありがとうございました お送りしてきました「チェンジの時」ガンサバイバーストーリー番組では皆さんからのご意見や感想をお待ちしております。メールアドレスはチェンジ、C H A N G E アットマーク A B C 一ゼロ八ドットコムです。お名前、職業、年齢を忘れずに書いてお送りください。 また今日のトークの様子は LINE LIVE 公式アカウントそして ABC 公式 YouTube で動画配信もしておりますこちらもぜひご覧くださいチェンジの時ガンサバイバーストーリー来週は元プロ野球選手で野球解説者のス光ミさんをゲストにお迎えしてお送りしたいと思いますお相手はヤギサでした素敵な日曜日をお過ごしくださいこの番組は 小野薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りしました。